こんにちは。食用アマガエルの心の声です。本日は秋田県秋田市にある三宝亭御所の店さんにお邪魔します。どうぞよろしくお願いいたします。三宝亭は全国に展開するチェーン店です。1967年に新潟県上木戸に三宝飯店を開業したのが始まりと言われています。秋田県には2店舗展開されていて、ここ御所の店と矢橋店です。御所の店はフレスポ御所のショッピングセンター内にあります。週末などはかなりの人でにぎわうところです。店内はとても広く、カウンター席、テーブル席、お座敷席とあります。平日の夕方にお邪魔したんですが、続々とお客さんが入ってきます。かなりの人気店ですね。お座敷席はこんな感じ。ご家族連れにもゆっくりとお食事が楽しめそうですね。店内の雰囲気もとても落ち着く感じでいいですね。今日もアマガエル一家は3人で食べに来ております。カエルのせがれ2号のラーメンが大好きで、最近一緒に来ることが増えました。それでは早速メニューを見ていきましょう。すごいメニューの数ですね。見ていると全部食べたくなっちゃいます。カエルのせがれはこってり磯のりラーメンにするようだ。やはり血は争えないということか。焼き餃子がうまそうだ。生ビールとやったら最高だろうな。それを企んでいる奴らがいる。やったんだよ。すみません、注文お願いします。生ビール一つとレモンサワー一つお願いします。あとこの本を持っているんですが、サービスの餃子もお願いします。ラーメンも注文もお願いします。こってり磯のりラーメン一つと野菜たっぷり味噌ラーメン一つ、五目うま煮麺一つお願いします。ちなみにハンドルキーパーの私にはソフトドリンク一つサービスということでした。すごく気の利いたサービスですね。静かに着丼を待ちます。いただきます。まずはスープから見ていきましょう。五目うま煮麺ということで、具材はなんとなく想像通りな感じ。その想像通りの具材がたまらなくうまそうだ。これだけの種類が入っていると得した気分になるのは私だけではないはずだ。さあ食べていくぞ。梅ごどん。たっぷりの具材のうまみがしっかりと感じられるスープだ。とろみのあるあんがたまらなくうまい。これが人気の五目うま煮麺か。これなば間違いねえな。こんな立派な豚肉も入っている。あや梅。キクラゲは私の大好物だ。この食感が好きなんだ。餃子が来たようだ。この本で6個の餃子がサービスなんて本当に丸得だな。ありがてこと。タレにつけてと。肉汁たまんねえ。今日は秋田市の三宝亭さんに来ています。ずっと前からここに来たかったんです。新潟県発祥ということで、昔新潟に遊びに行ったことを思い出しました。弥彦神社とか笹川流れとか新潟競馬場とか、いろいろと行ったことがあるんです。今一緒に来ているせがれ2号はまだ小さかった頃なんで、10年以上前になるんでしょうか。ここに3年、旅という旅に行ってないんで、そろそろお出かけしたいなぁなんて思ってます。
話しているうちにビールが来ました。乾杯。酒飲むどほれ酒飲むど酒飲むどほれ酒飲むど酒飲むぞ。パフォーマンスのどさくさに紛れて私の五目うま煮麺が女房の手に渡ってしまいました。関東麺好きで知られるカエルの女房が狙っていたのは薄々感じていたんです。とはいえこの野菜たっぷり味噌ラーメンを食べてみるとこれまたうまい。ラー油なんかかけて自分好みの味にしてしまおう。野菜不足のアマガエルに最適なラーメンかもしれない。やっと帰ってきました。五目うま煮麺。女房はやっぱり関東麺が好きなだけあって結構食べたな。しかもビールまで飲んでやがるぜ。ラーメン食べながらでもガンガン飲むぞ。ゴールデンウィークも終わって田植えの時期になりました。仕事の方も落ち着いてきてお暇をいただいてちょっとした旅行に行く計画を立てています。計画通りに行っていればこの動画が配信されている頃には温泉に浸かってのんびりしている頃かもしれません。もちろん私たちの旅はグルメ旅、ラーメンあっての旅になるんですが、やっぱり県外のいろんなラーメンを食べてみたい。これから県内外問わずいろんなお店を訪れていろんなラーメンをお茶の間にお届けできたらなと計画中です。今週は山形県のとあるラーメン屋さんに行く予定です。動画楽しみにしていてくださいね。御所の店さんの営業時間はご覧の通りです。ごちそうさまでした。今日もラーメンを食べて幸せな気持ちになれました。さらに次回行くと食用アマガエル。女房さん、残念ではありますが二次会へは行かず自宅に帰りますよ。ハンドルキーパーは自宅に戻るまで気を抜けないんです。あしからず。三宝亭さんで食用アマガエルの動画を見たと言ってステッカーをゲットしよう。数に限りがありますのでご了承ください。食用アマガエルのロゴが新しくなりました。ステッカーもメルカリにて販売中です。食用アマガエルで検索を。食用アマガエルチャンネルはラーメン店さんからの撮影依頼を随時受け付けております。食用アマガエル公式ツイッター、インスタグラムのダイレクトメールよりご連絡ください。お待ちしております。